エジンコートは、イギリス海軍の土球戦艦である。艦名の由来は、100年戦争で、イギリスが対象した、アジャンクールの戦いの英語読みである。本艦の武装、装甲配置を示した図。当初は、ブラジル海軍が、アームストロング社に発注した戦艦、リオデジャネイロであった。当時アルゼンチン、ブラジル、チリの南米の ABC 3国が、 激しい嫌韓競争を行っており、ブラジル海軍は、ミナス・ジェライス急戦艦の建造により、土級戦艦の建造で先んじたのであるが、アルゼンチンはそれを凌駕する、リバダビア急戦艦を建造した。そこでブラジルはこれを上回るリオデジャネイロを建造する、こととした。すでにちょうど急戦艦の時代に突入していたが、ブラジル政府の関係者は、 3 0 5トル砲で十分というドイツ海軍の関係者の弁を鵜呑みにして結果として3 0 5トル砲を14門搭載する世界最強の土球戦艦を建造することにしたのである。だがブラジル海軍はその後方針を変更し超土球戦艦を建造することとして本艦の売却先を探し結果オスマン帝国海軍が買い取ることとなり 関名も、スルタンオスマニ一世となった。偽装中のスルタンオスマニ一世。しかし、第一次世界大戦間近の1914年8月に、イギリスが強制的に接収してしまい、その名を、エジンコートと命名した。この名は、クイーンエリザベス級戦艦の6番艦に予定された、名前だったと言われる。当時本艦には訓練中のトルコ海軍将兵。 多数が乗船していたが、彼らは十分な説明もなく、衛兵に銃を突きつけられ、木の幹のまま艦から退去させられた。結果として、この処置は、戦艦レシャリエの接収の件と合わせて、オスマン帝国の軍民の反感を買ってしまい、オスマン帝国を中央同盟国側に追いやる理由の一つとなった。第一次世界大戦では、 第一戦艦戦隊所属でユトランド沖海戦に参加している。エジンコートはドイツ艦隊の肉迫を受け、ドイツ駆逐艦による2発の雷撃を受けたが、回避に成功し被害はなかった。しかし、戦隊機関である戦艦マールバラが、ひかみなりして損傷したために、第一戦艦戦隊は速度を落として行動せざるを得ず、以後の戦闘では、 積極的に活動できなかったため、エジンコートも特筆すべき活躍はしていない。エジンコートはこの海戦で3 0 5トル砲弾144発、1 5 2トル砲弾111発を発射しているが、いずれもドイツ艦に命中したという記録はない。1919年3月には予備艦となり、以後はスコットランドのロサイスに係留された。 元々の発注手であるブラジルに売却を打診したが、交渉がまとまらず、1921年4月に除籍された。除籍後も実験館として用いられていたが、ワシントン海軍軍縮条約の結果廃艦が決定し、1922年12月19日付でスクラップとして売却され、1924年の末には解体された。本館は、 連想砲塔を7機搭載するという、他に、例のない勘型をしている。英国海軍が接収当時、英国艦隊の戦艦としては最長、かつ最大排水量の艦であった。同時に、世界最大の土球戦艦であり、搭載する手法の門数、副砲の門数も、戦艦としては最多である。防御は軽度なものに止められ、反面速力は、 当時の戦艦としては、比較的快速であり、巡洋戦艦的な性格の艦であった。14門の手砲の戦射に艦隊が耐えられるのかが、危惧されたが、ユートランド沖海戦において、全力戦射を行った結果、問題はないことが判明している。本艦の手砲は、マーク1330.5センチメートル砲であり、旧来の土球戦艦のものをそのまま踏襲した。 ただし14問という問数は世界最多であり、当社断量を考えれば一部のちょうど9 0 0すら凌駕するものである。宝刀が7機であるため、各宝刀には曜日の名前が振られ、1番宝刀が日曜日、7番宝刀が土曜日であった。ありがとうございます。